体を強く当てたり、しっかりあのパスとかしっかりつなげたりして点につなげることをしていきたいと思います。それで今日は何点いきます？キャプテンですか？いや、まあロングシュートに1点決めたいですね。はい、じゃあ頑張ってください。はい、とりあえずちょっと待って、1回、あーもういいや。とりあえず今日はまあ、いろいろ最後の大会ですけど、まあ最後じゃないですね。もう大会小学生の大会は最近早く。ね、意気込みはどう？はいね、意気込みはどう？今日はあ、それ一言。今日はまあね、チームのためにいいプレーをして、まあ点を取って、まあね、チームに貢献してて、最強どんぐらいやってるさん。はい、ボルトって言われてる梅さんの今日の意気込みはどうですか？今日の意気込みはですね、はい、まあ今日勝たないとね、この小学生最後の都大会が終わっちゃうということで、絶対勝たないと思うので、はい、じゃあ何点決めますか？相手がフレンドリーなので厳しい戦いになることは分かってるので、ハットトリック、まあ、その中でまあどういうプレーですか？多分最初ディフェンスだと思うので、最初相手がどんなチームなのかちゃんと見て、それでどんどん相手のボールを取って攻撃につなげていきたい。ありがとうございます。カメラ近すぎてやん。ベンチの神様、梅田信二、応援団長、梅田信二、重役だったよね。重役重役来たもん、ずっとで。ありがとうございます。
合いに、はい、知り合いじゃない、試合には、はい、いやだから仕事がなかった、はい、あれじゃあ試合に出れないかも、試合に出れないですけど、まあみんなのことを応援したいです。
バカだ。